あ、これは2ついただいたんですけど、着物について、え、10話の着物あれはダメですさんからいただきました気持ちが全部でペンネームにちょっと出ちゃうんですよね、はい、安西さん、若山さん、榊さん、いつも楽しく拝見させていただいております。ありがとうございます。え、自分がミカと同い年、娘が千里と同い年で、たまたま一緒に10話を見てましたが、着物のシーンで2人とも大号泣。佐藤の着物姿に娘の成人式を想像してさらに号泣とても素敵なシーンをありがとうございました。届いたブルーレイディスクは娘に占有されているのでもう一枚買います、とのことなんですけれども、その10話の佐藤の着物のシーンは本当にたくさんお便りが来てましたということでしたから、けども、もう一つ、あの、今度はミカの着物についてお便りが来てましてNPO 法人みかん機関さんからいただきました。わかりにくいな法人法人、え、1話視聴時から推しはミカと決めていました。一筋、外国人で着物姿があんなに似合うなんて、ラストサムライのトム・クルーズ以来の衝撃です。あ、10話で千里が振り袖を着ていましたが、ミカが着付けをしたと考えると日本人より日本人で憧れてしまいます。あ、確かに。リコリコ護身術講座のようにミカプレゼンツ着付け教室をいつか実現してほしいですとのことでございましたけれども、これはね、ツイッターにもありました、そのコメントが。あ、そうなんですね。ミカさんは着付けを勉強したんですね、はい、って書いてありました。でもそうでしょうね。そうですよね。あの、読んだ時にもう晴れ着だったのかと思って。いや、晴れ着のシーンは本当に衝撃だった。本当に、まあ、あの時点では千里はもうそろそろ死ぬっていうことでしたから、その成人できないまま死んでいく千里にちょっと早いけど振り袖を着せてあげるっていう、いや、そんなシーン、いいシーンでしたな。しかも娘さんが、いや、千里と同い年で、それは、それはな、いや、これはちょっとリンクしちゃいますよね、なんか絶対ね。そういう方多いんだろうね。でもね、そうですね、僕もそうだけどね、うん、僕は子供はいないけど、はい、猫がいるんですよ。あ、で、うん、なんかうちにとってはその猫がもう息子みたいなもんで、はいはい、うん、なんかその子が順番から言うと自分よりも先に行っちゃうなって思うと、もう本当に締め付けられるもんね、うん、猫ちゃんは今何歳？今ね、6歳なんですけど。あ、そうなんですね。かわいい。猫ちゃんってかわいいんだよな。かわいいのよ。猫ちゃんはどんな、猫ちゃんで掘り下げちゃダメだろ。すごい、猫ちゃん気になっちゃって、猫ちゃん好きなんですよ。あ、模様とか、色とか。なんかね、アメショウみたいなね。あら、かわいい。アメショウじゃないんですよ。サバトラみたいな感じかな。あ、そうそうそう。あ、絶対かわいいよ。あ、今ちょっとあの、そんな話でいいの？画像を全然いいですよ。見せていただいて、スマホを取りに、すいません、スマホを取りに行ってくださいました。いや、猫ちゃんってほんと可愛くないですか？最高。いや、ほんと可愛いですよね。ほんとに最高。俺ね、でもね、どっちかって言ったら犬派だったんですよ。前はね、はい、うん、だけど、あー、かわいい、かわいい、ありがとう。え、めっちゃ可愛くない？かわいい。もうこれちびっこの時だけど、いや、かわいい。もう今6歳だからもう見る影ないけど、そんな、そんな、うん、まあでもだから、そうなんだろうな、家族の一員なんですよね。そうですよね。そうすると、うん、序列としては猫、嫁、僕なので、あの、一番偉いんですけど中心なんですけど、一応、うん、だからなんかそういう、でもさ、はい、今のもうちびっこの時の写真だから可愛いってお二人は言ってくれるけど、はい、千里の回想のシーンでさ、子供の時の千里のあの顔、うん、見たらさ、はいはい、ありゃ可愛いよね。可愛いですよね。可愛いですよ、あれは。少女だった、うん。あれは確かに狂わされちゃいますね。ね、狂わされたなっていう言葉がありましたけど、そら狂わされちゃいますわ。うん。